です。もう料理はもう全てそうだと思います。これじゃないとダメっていうのはないと思います。これじゃないとダメって考えるから変にこう、あ、じゃあ私作れないとかなってしまうと思うんで、これはあの僕らでいう二番だしっていう煮炊き物をするときとか、はい、あとお浸しするときのお出汁の取り方です。ゆっくり時間をかけて優しい火で多分炊こうと思うんですけど、はい、そうじゃないですよ。あの味付けるときによくさしすせそってあるじゃないですか、砂糖、塩、酢、醤油、味噌、はい、僕しすせそ3なんですよ。しすせそ調味料を入れたらその都度味見てもらいたいです。これ何でもそうです。で、味を見ていってその一つ一つ味を決めてから次の調味料っていう風に、そうしないと一緒に入れていったらじゃあ何が足りないのかって分かんなくなるんですよ。はい、皆さんこんにちは、私はあの乃木坂シーンの、店主石田真一と申します。ですね、本日はですね、筑前煮を、作ってまいりたいと思います。僕の作り方はもう本当にもう至ってシンプルなもう筑前煮の作り方でご案内しようかなと思ってます。せっかくなんで今回はちょっと出汁の取り方から、はい、お伝えしようかなと思います。あの皆さんにぜひ、作っていただきたいなと思いますので、はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします。なんかね、皆さんあの出汁を取るのはすごい難しい、ハードルが高いみたいなことをおっしゃると思うんですけど、なんか僕からしたらなんか難しく考えすぎてるのかなっていうのがすごいある。はい、まずは出汁から。はい、これはあの僕らでいう二番出汁っていう煮炊き物をするときとか、あとお浸しするときのお出汁の取り方です。お水、もうこれはあの冷たいままでいいです。それに昆布を入れて、でもここにもカツオも入れちゃいましょう。はい、ではここで火をつけていきます。意外と家庭でやるみたいな意味では二番だしの方が使いやすい。二番だしの方があの用途は広いと思います。出ましたね。でちょっとこう周り、まあアクというかね、ちょっとこう白いのが、はい、まあ人によってはこのアクも旨味なんで取らなくていいっていう人もいるんですけど、だって食べれるものから出てくるもんなんで、別に食べれないものじゃないん で、うん、でよいしょ。で沸いてきたんで、よいしょ、ここで割ります。弱火よりはちょっとこうふつふつふつってなるぐらいですかね。ちゃんと煮出すっていうイメージです。料理で大切なのって味見ですね。はい、味見は必ずしてください。でその味見をしてちゃんと味の記憶を持ってほしいですよね。じゃあ出汁を引きますね。あのゆっくりも引いてください。こんな感じです。きれいな色ですよね。よいしょ。はい、じゃあですね、材料を切っていきますね。まず鶏肉ですね。大きさをこうなんか揃えるっていうのは、よいしょ、心がけた方がいいと思います。足もやっぱり美味しいんで、うまみが出るんで、要は椎茸ってじゃあ仕上がりってこの大きさかって多分この大きさじゃないと思うんですよね。きのこを切るときは結構大ぶりに切ります。すごいごぼうってね、料理の引き立て役というか、ごぼうが入ってるとすごい土っぽい香りっていうのが料理にいいアクセントを加えるなって僕思ってて、でレンコンってやっぱりその食感があるもんなんで、あんまり小さくも切りたくないのかな。要はその食べてる感をこうやっぱり皆さんに感じていただけないのって、やっぱり一番は食感だと思うんですよ。噛み締めてるっていう、これに関しては要は形を揃えるっていうよりは、その食材をしっかり噛み締めて味わっていただきたいんで、じゃあどういう風にすればその噛みやすいというか、噛んだ時により味を感じていただけるかなっていうのをイメージしてるんで、だからなんだろうな、ある程度ちょっとこう大ぶりな感じで切ってたりとか、ちょっといびつな形に切ってたり、乱切りって特にそうですよね。でまずは鶏肉ですね。はい、いきます。はい、炒めてるときはまず強火です、ずっと。そのまま続けて、レンコンとごぼうから入れます。この油をこう全体になじませるっていうイメージですね。いいですね、ごま油の香りってね、美味しいです。食欲そそりますよね。そしたらもうこのところ。焼き色をつけるとかではないんですか？はい、焼き色をつけるっていうわけではないです。ちょっとね、炒めた方がこんにゃくの嫌な香りも飛ぶんで。で、最後に、人参と椎茸ですね。もうだいぶ全体に油絡んできましたね。はい、そ
そうしたらですね、ここにお出汁、全然あので、この火加減でも炊いていってください。調味料は、濃い口醤油、それとお砂糖とお酒です。味付けるときによくさしすせそってあるじゃないですか、はい、砂糖、塩、酢、醤油、味噌、僕しすせそさんなんですよ。しすせそさん甘みが一番最後なんですけど、味決めるとき、なんでかっていうと甘みって僕全体の味のバランス